はい、皆さんこんにちは、弟子1です。で、今回はですね、 JAL さんの2021年のステータスが更新されたということでですね、お待ちかねの2021年、果たしてね、 JAL さんどうやってね、飛行機に乗れば、どうやって付き合っていけばですね、JAL さんの上級会員になることができるのかについてね、また JAL さんの方でアップデートされましたので、今回はこれについてですね、塾長がまた徹底解説してくださいましたので、皆さんとりあえずね、いいねマーク1回でもいいんでね、押していただいた後にですね、このビデオご清聴いただければなというふうにね思っております。それではどうぞ。ガチゴー割れ塾よよ、はい、どうも。はい、今日は15度、夜10分、へい、寒いよ、はしょってますなぜか今日ははしょってますね。はい、うん、もうなんかあれじゃない、はい、ところで今日は何の話でしょう。今日はですね、前回 ANA さんの2021年のお話をさせてもらったんですけども、で、今回ちょっとそれに対しての JAL さんですよね。おお、はい、ちょっとこれに関してぜひちょっと塾長の見解を伺えればなと思うんですけれども、うん、なるほどね、 JAL さんね、JAL さんの方がちゃんと早く出してきたもんね。そうですね、はい、JAL さんの問題は、まあ、これいろいろ書いてんだけど、はい、これ JGC の人どうなんだよっていうことなんだよね。はい、だから JGC の JAL グローバルクラブのみの人はじゃあダメなんだと、フライオンポイントはみんなにくれるってことなんだけど、はい、例えば去年、はい、去年というか今年だよね、今年なんかステータス持ってた人にはあげるよと、はい、いうことなんだけど、 JGC ってステータスがもともとないから、はい、私にはあげないよっていうことなんだね、これ多分ね。サファイアレベルなんだけど JGC にはあげないということ。はい、JGC にあげてればかなり良かったの。はい、ここ JGC にフライオンポイントをあげるよって形にしてたら、はい、SFC と JGC と両方持ちの人が結構いるのよ。はい、そうすると ANA の客取れたんだよね、これ。ああ、なるほど。ここね、失敗したんだよ、これ。ああ、なるほど。セコクでやっちゃった。はい、要するに、SH 流に言うと、チキったってやつ、これね。これ、チキンなんだよね、これ。はい、ここで、やっぱ JGC 持ってる人にも1万5000あげるよとかってなると、はい、ANA が今回きついじゃん。そうですね。きついとか、はい、いろんな意味で、なんかちょっと変じゃん。はい。うん。来たんだよね、これね。うん、なるほど。それをやれなかったね。まあいいや、はい、JMB ダイヤモンドに関しては4万フライオンポイント、まあ、10万のところを4万だから、はい、6万ポイントでいいよってことね、これね。そうですね、はい、で JGC プレミアム、2万8000個いくらだっけ、7万5000か8万かな、そうですね、だったから、はい、うん、そうするとまあ5万ぐらいでいいよってことね、はい、これね、うん、そうするとまあサファイアもこれ3万かな、じゃあ半分でいいよってことで、はい、クリスタル、うん、あ、違う、サファイア5万だ。はい、そうするとこれ3万5000乗れよと、はい、でクリスタルが3万で2万2000か、そうですね、そうするとどうだな、うん、まあ、サファイアがお得かな、3万5000、はい、いや一番お得なのはプレミアかな、そうそう、はい、うん、という感じでちょっと迷ったりはするんだけど、はい、半分にはなってないんだよね、うんうんうん、6割達成してみたいな感じで、そうですね、はい、うん、6割達成でお願いしますみたいな感じなんだけど、はい、まあまあ半分より近いからね、6割だったら、うん、まあダイヤモンド6万だったらやろうかみたいな、はい、今までダイヤモンドだったらまあまあやれそうな感じだよね、はい、うん、かなりほらすっきりしてるでしょ。そうですね、わかりやすいですね、はい、うん、もう4万あげるから10万達成してよっていうことで、はい、うん、でだからそのあれ、あのイメージを与えないのよ、あのダイヤモンド達成するのは10万だよと、はい、いうハードルを下げたという感じのイメージを与えないわけ、はい、10万は変わんないよと、はい、ただ今年だけあなたたちに4万あげるよという、うん、なるほど、そういう感じね、はい、その10万を、6万に避けましたみたいなことは言わないよね。はい、なるほど、確かにその来年のことを考えてるよね、はい、再来年のことか、うん、うん、だしっかり、マイレージのラインは変わらなくて、うんうん、下駄を履かせるという、うん、そういう考え方だね。なるほど。これは、まあ、ちょっと問題あるんだけど、はい、お、それだったら俺、そうなんだよ。そう。もう言っちゃっていい今。はい、お願いします。それだったら、はい、6万なんだったら、
ANA の、はい、俺は金を使ってるし ANA のカードを作りたいと思ってたから、はい、ANA のカードをドカンと作って、はい、それ600万ぐらい使って、はい、そうすれば600万使えばいくらだった？ダイヤモンド5万だっけ？ダイヤモンドは、そうですね、5万だと思います。5万だよね。そうだ、はい、5万で達成できるじゃん。はい。そしたら ANA に浮気されちゃうんだよ、これ。なるほど。ダイヤモンドだと6万でしょ、これ。はい。4万上げたから達成しようと思うんだけど、6万で。はい。4万もらったからやろうって感じでもないんだよ、これ。はい。あと6万あるから、はい。そうするとその6万、ANA で600万使えば、クレジットカード600万使えば、前から欲しいと思ってたからって、ドーンっていかれちゃう。はい。だからこれ、後出しじゃんけんの、ANA が得したのよ。はい、なるほど。ANA 後出ししたでしょ、これ。一緒に。そうですね、はい。それ狙ったんだろうね。うん、ギリギリまで引っ張ったんだよ。はい。うん。まあ、正々堂々としてないよね。どっちも分からないけど。うん。だからまあ、いろいろ言われることはあると思うけど、はい、まあ、感動を与えなきゃダメよ。すでに、すべてサービスにおいて、すべてのサービスにおいて、ホテルがやっぱすごいでしょ。うん、半分でいいよと。もしくはプラスでこれあげるよと、3倍前であげるよ、何するとガン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 やってきてんじゃん。はい、早いじゃん、行ってくるのが。そうですね。はい。うん。で、これ、もうギリギリまでこの JAL と ANA がもう、引っ張って引っ張って引っ張って、早く出せよ、出せよ、出せよみたいな。はい。で、もう俺らはギリギリまで行っちゃうみたいな。で、後出しじゃんけん勝ちみたいな。はい。うん。まあ、わかんない。そういうイメージをみんな持つかどうかは分かんないけど、はい、うん、僕はちょっとそういう今回注目してたからね、はい、うん、この時にドッカーンってやれば半分でいいよって、もう好きなようにやってみたいな感じでしてあげればさ、はい、おーマジかみたいな。そうですね、やっぱり俺は JAL だぜとか、やっぱり俺はアナだぜとかってなったはずなんだけど、なんか中途半端でしょ。ダイヤモンドが、はい、半分じゃなくて 60% とかさ。そうですね、はい、うん、でもまあ ANA さんは、JAL さんは妥当なところで来たよね、はい、海外の国際、標準も大体こんな感じだもんね、はい、うん、だからそれに近いということだね、はい、うん、まあ僕がさっき言ったように怖いのは、はい、ANA さんがこれだったら ANA の方達成しやすいじゃんと思って、うん、はい、うん、お金持ちが移るって、はい、そうすると ANA が勝ちになってくる。はい、なるほど。そこなんだよ、だから狙ったのは ANA さんは自分たちのところはの今の今までの古い客で、はい、非常に言いにくいんだけどいいってぜひお願いします。いやちょっと待った、これに関してはちょっとさ、 JAL さんと ANA さんと比較させて僕に。あ、わかりました、はい、そのビデオちょっとちゃんと撮ってくれない？そうですね、はい、それをぜひお願いします。そうするとさ、どっちがいいかって今回わかるじゃん。そうですね、はい、比較して初めてわかるんだよこれ、はい、片一方だけ見ると両方ともディスるんだよ僕、はい、比較した時にどっちが光るんだよやっぱ。はい、わかりました、それをちょっと話したよね。はい、わかりました。JAL さんは JAL さんでいいんじゃない、これでまず世界的な標準に合わせて、まあ 60% で来たと、はい、いうことで、ただお客さんが流れる可能性があるから、それだけちょっと心配だね、うん、今まで持ってた人、新規で取る人に関してはきついもんこれ、はい、だって新規の人はゼロじゃん。そうですね、変わんないですね。そうすると、はい、新規いらないよって感じになるから、うん、新規取っていかないと、世の中のものってのはやっぱ新規を取っていかなきゃいけないので、はい、このコロナになったからって全然違う流れの人が今度乗ったりするわけよ。そうですよね、うん、そこをやっぱついていかないと、うん、新規の人をしっかり取っていくという。なるほど。今までの人たちも大事にしなきゃいけないんだけど、その人たちは JGC 持ってるから、はい、うん、新規取りに行ってもらいたいな。はい、うん、はい、そんな感じです。わかりました、今回も貴重なお話、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ガチコーマイリスク、皆さん最後までビデオをご清聴くださって本当にありがとうございました。ぜひ今回のビデオ、ね、気に入っていただけたら一言でも、ね、いいのでコメントの方ですね、バシッと何か残していただいて、そしていいねマートですね、1個でも2個でも、ね、3個でも構いませんので、ね、とりあえず1回押していただけると、僕も、ね、含めて塾長も、ね、すごく嬉しくてですね、そういう皆さんからのやっぱりこうリアクションだったりとか反応っていうものがこうやってビデオを、ね、作っていくモチベーションになりますので、お手数ですが、ね、皆さんからのフィードバックね、いいの一応一言でもいいので、ね、コメントの方といいねの方、お待ちしております。でまた、ね、何か今後ガチンコへの要望とかですね、リクエストとありましたら、このビデオのです、ね、下にある URL の方から、ね、随時、ガチンコの方に、ね、メールアドレスに送っていただければなというふうに思いますので、ぜひ、ね、気軽にコンタクトしていただければなというふうに思います。それではね、また次回のビデオにてお会いしましょう。ありがとうございました。